デニス・ファリナは、アメリカ合衆国、シカゴ出身の俳優。シチリア移民2世のイタリア系アメリカ人。軍に3年勤務後、シカゴ市警察に18年間勤務した、異色の経歴を持つ。マイケルマン監督の映画、ザ・クラッカー、真夜中のアウトローに、警察アドバイザー兼出演したのを機に、俳優となる。マイケルマンが制作総指揮を務めた。 テレビドラマ、クライムストーリーでは、主演を務めた。2013年7月22日、アリゾナ州スコッツデールで、排血栓側船症のため死去。69歳ボーツ。2008年5月11日、ロサンゼルス国際空港で飛行機に搭乗する際、機内持ち込みの手荷物の中から、弾丸入りの22口径拳銃が見つかったため、逮捕された。彼は、 入れていたことをすっかり忘れていたと釈明。当初保釈金は2万5千ドルに設定されたが無許可の拳銃であったことが判明して重罪となり3万5千ドルに引き上げられた。ありがとうございます。